めっちゃ喉かすね。やばい。どこっすね。はい、ここです。お、バイバーイ。バイバーイ。8時50分。2日目スタートです。昨日はもう思いのほか寒くて、全然寝た感じがないんですけど、まあまあ、体調は問題ないので、今日も、まあ、楽しんでいきたいと思います。じゃあ沢の池出発して、今日は、まあ、大原越えて、もうちょっと行けたらなっていう、ところです。北山80、興味峠の方向かいます。お、興味山荘やって鍵がかかってるでしょ。興味がある。避難できません。はい、まず見える。綺麗ですね。ライオンズクラブだ。違う違う、あれ、あ、ほんまや、長谷川2が長谷川2 はい、9時48分、山の家長谷川到着です。なんか2号店ができるのか。こんにちは。これあれじゃないの、ほら、あの何でしたっけ、グリーンソーや。やっぱ水辺に咲くんや、うん、水辺にこれ咲いてたら花が咲く。旅の終わりや。おしょわしょ。おもろかったなぁ。いや、眠気がずっとあるな。眠た。北山65。ちょうどミミズとか出るんでしょうね。どうすんの。これじゃないですか。いや、ああ、持つよ、はい、で、内側から結ぶんか。そうっすね。俺らの場合は、はい、赤ちゃん、ね、はい、はい、サワガニ。こちらがヌスットダニです。合ってるんじゃないですか、あの取られ方的に。なあ、はい、北山59。いい森の条件を考えました。光の量とやっぱり野生感じゃないかな。で、それがどうですか。そので、こいつらのエゴじゃないわけよ。はい、花にもウィンウィンな理由があって、はい、蜜をあげる代わりに花粉を運んでくれと、うん、ほら舐めたらあかん。どうですか。何点か分かんないですね。ノベル。お、ま、ノベルでしょ。
あ、治ってる。おお、GoPro 治った。向かい山って言うんや。きつい向かい山。舐めたらあかんわ。舐めたらあかんすよ、ほんま。ちょっと休憩。うん、これ京都一周のハイライトじゃないか、ここ今んとこそうっすね、うん、向かい山っていう山があそこきついっすね、向かい山が。でももう、あ、ひたすら降りて、ここ降りて、降りたら荷物上に。はい、13時1分、向こう山を出て夜鳴峠。夜鳴き峠、鹿児島トレイル感がある、あの最後の桑原橋感が、うん、スラムダンクここでやってたらここが人気出たんかな。そういうことでしょう。君が好きだとこれエデンの駅っすよね。そうやな、踏切、うん、あ、よかったな、ここでソウル測れ。二ノ瀬駅降ります。え、一回駅降りましょうか、うん、5分ぐらいの。はい、1時34分、二ノ瀬駅。自販機なさそう。自販機はないけど、クワガタイワが。クワガタイシ。どこに自販機あんねん。あの駅としては、駅としてはいい、趣があって。自販機だけが自販機が欲しかった。自販機だけがちょっと、これか。はい、今二ノ瀬から鞍馬に向けて電車に乗るか歩くかでちょっと審議をしております。ちなみに二ノ瀬から鞍馬は徒歩で40分、電車で数分で220円で行けるんですよね。で、結構エーデンはこういうちょっと比叡とかキララとかいろんな車両があって、結構ね、乗るだけでもイベントになるというかっていうのもあるんで、ちょっとね、乗りたいなっていう気持ちと乗っていいんかなっていう気持ちで今揺れてます。りょうくんはどうしたいの？僕歩きたいっす。走る？そうなっちゃうな。お前が先頭に立ってここ来たやんか。いや、まあ、とりあえず見よう言って来たお前やんか。とりあえず見ただけ。見たからもう OK です。おい、りょうくん。俺は見損なったぞ。りょうくんのためを思っていこう。これ。どうしよう。でもまあ。でもまあ、あれっすよ。こっからはクラーまでどうせロードなんで、そんなまあ別に、ここ乗ったからって別に咎められることは多分ないっす。発注。乗ります。逆にここを歩いたら、うん、僕なんかもう全部ちゃんと歩く気がするんですよ。この後ここ乗ったらもうこの後もなんか乗る可能性がある気がするんですよ、ね、ほんまに。はい、やっぱ人間楽な方に行くじゃないですか。あ、楽だからここ来てんの。じゃあ僕は二ノ瀬駅に興味があったんですよ。やろ、見たことないから。じゃあ歩こうよ、見たいんやったら。行きましょう。よし、よし。ほんで乗ってる映像。あ、また鳴ってる。なんか食べて大原向かいます。お父さんじゃない、じいさんじゃない。はい、食事済ませたんで今から静原の方向かいます。
わ、飯食ったら一回ちょっと気持ちいいリセットされてるな。頑張ろう。違うか。どうせなんとか坂まで 1.7 だ。どこよここ。ここどこ。峠でもないし、ここ。あそこでもあれ看板ありますね。おんみゃ。お。薬効坂。3時半。薬効坂。しゃ。薬効。薬効。うん。カーリングじゃない。カーリングじゃない。なんか若干人が出入りしてる気配もあります。あるの？え？なんか？人が出入りしてる気配があるの。なんかランプだけついてたりしました。ろうそくみたいな。静原の集落が見えてきました。王将とか結構遅くもやってるでしょ。もう一回山入るんか。ガオハラでも終わっちゃうからでもいいっすよ。明日きついっすけど。これミレットっすよ。ここがミレットです。へえ。ここでやらはるんや。はい。カフェミレット。4時20分。エブミ峠。いやこの時間帯めっちゃいいですね。今からちょっとファイまで軽く買い出ししてから水井横高比叡雨竜行って北白川に降りてちょっとどっかしらで一晩やり過ごそうと思ってます。今のところ土俵もしっかりしてて迷うことも特になく順調に来れています。思い出したから修正しとく。軌道修正しとく。もうすぐ行くと大原ファーミー、たまに僕が行ってるカフェがあるんですけど誰かいますね。これがそうなんですよ。はい、この上がいい感じなんですか。はい、来てないか、来てるかな。めっちゃ喉かっすね。やばい、これどうでいいんじゃない、ね、本当に。いや、大原ファーミーさん寄ってちょっと案内していただいて、今からファイまで作戦会議立てます。めちゃくちゃいいですね。17時20分ファミマ。これ半分回っていいですか。自然歩道経由で行けるんですけど、正規ルートはもうちょい降りて直行なんですよ。今ここなんでこっち行くか、まあ、実際の道の方が良さそうですけど。赤で行きます。5時54分、大
原ファイマー出発しまして、今から扇峠、水山、横高山、比叡山という形でちょっとしっかりめになりますが、歩いてきます。頑張りましょう。僕の記憶があれなんだけど、全然近いかもしれないです。遠いっすよ、結構みたいな。朝みたいやけど、18時8分。はい、北山22、水井山登山口です。まあ、一遍引いてみてもいいけど。ああ。温度計出しといて、ちょっとチェックする。多分僕ら体熱々なってると思う。18時48分、扇峠です。こっから滋賀県側にも抜けれますが、比叡山に参りに行く道ですよ。19時22分。おい、水井山794m。 104です。ちょっと休みます。じゃ、座りやすいとこって風がないけど、チャージ補給するわ。はい、19時44分、北山13、横高山。はい、今9時35分。はい、9時43分、比叡山モニュメント。はい、10時14分、ね、水飲み大神碑です。京都トレイルは、こっちですね、雨竜の方行くんですけど、ちょっともう時間も時間なんで、今日は、修学院の方に降りて、明日また朝ここから復帰したいと思います。ちょっと下山してご飯食べてから寝るとこ探します。11時21分雨竜山来ちゃいました。結局来ちゃいました。いや、疲れた。ちょっと議論の末、もう明日のこと考えたら行っといた方が楽やってことで、雨竜まで来ました。最近は何発も、そうそうそう、駐車場があって。11時46分バプテスト病院。パブどっちでしたっけ。知らん。どっち。パブテスト、何なんパブテスト。バプテストか。バプテスト。バプテスト病院まで来ました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れた。2日目やけど、ね。2日目やけど。明日もあるんで、もう12時になるんで、どっか。ラーメン屋さんかなんかで食事して、まあ、カラオケかどっかで夜を越して、明日また、銀閣寺から哲学の道から、リスタートしたいと思います。何歌おう。何歌いましょう。取れる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 。いや、カラオケ久しぶりやな。ちょっと山本さんのえ中心が心もとないんで、カラオケに泊まる予定です。はい、え、開けないですか。カードだけでも、カードだけでも、はい、球団分かっちゃった。あ、球団だけでも、はい、え、これじゃ強かった方がいい。いい。強かった方がいいね。はい、オッケー。せーの。
ちょっと、あ、2万入ってるんですか。あ、2万や。ちょっと待って、ちょっと待って、こっちが表やわ。はい、はい、せーの、はい、はい、あ、浜口めっちゃいいじゃないですか。浜口めっちゃいいやん。決まった。誰やん、誰や、浜口。浜口いいっすよ、いいピッチャーっすよ、うん、俺の勝ち。いや、でもエンスが分かんないっすよ。いや、分からんかったらもう。でも22年、絶対負け。でも10勝7敗、防御率 2.90 っすよ。あ、22年だけで見たらどうですか。22年だけ見たら防御率 3.36、 2.294。 僕の勝ち。何試合出てんの。19試合87でしょ、うん、23試合17なの。おい、でも通算でそうなんですよ。22年の成績しかないんですよ。でも俺コロナ陽性になったみたいで。勝ちやろこれ。いや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 、通算110試合で39勝35敗。あ、まあまあ、ね、なんかなんかまだ評価、うん、評価対象じゃないんですよ、うん、まあ、じゃあ俺の勝ちね。まあ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  OK ですよ。何枚目、はい、せーの。大城や、いいな。でも2割5分、誰？あ、西川や。勝ちっすよ、多分こっちの。でも西川強いっす。ほんまやな、はい、ホームランは13本。キャッチャーと外野手なんです、確か。あ、こっち外野手で、大城キャッチャー。3割出したよ。通算で2割9分8厘、すごくないですか。すごいな。700試合で。あ、でも眉毛細いしあかんわ、それは。あ、眉毛細いな。敦賀気比っすよ。ん？福井っすよ。東海大相模。ダメっすね。え、あ、ダメなの？出身大阪っすよ、西川。ドラフト。沖縄強いっすね。ベスト9取ってんすね。え、187cm やって。惜しかった。なんかもう一個白いとこ空いてますよ。一瞬見ないっすか？あ、でも空いてないか？810。汁物とかどうでした？飛んだ京都一周トレイルやな、ここ。え、あ、どうぞ。めっちゃ寝やすいですね、でも。なんか、まだ焦がされるんだけど。勉強できるよ。勉強できますよ。これ寝られへんすよ。マジで。そのまま生足で寝れそうですけど。俺、あれだけだとさ。ああ、はい、朝5時です。なるほど、ねじってますね。